はい、おいさリアクション契約最終 YouTuber のワニポップです。リアクション契約最終 YouTuber のチュイ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 アンキーです。はい、ということで、はい、今日から第3章ということで、第3章題目をお願いします。はい、主な医薬品とその作用ですね。なるほど、ここからね、難しくなってくると、はい、そして皆さんが待ち望んでた第3章ということなので、しっかりね、不死身の杉本について話していきたいと思います。はい、話しません。すいませんね、はい、ゴールデンカーミーでした。それでは行きましょう。一問一答です。一問一答、風邪薬。風邪は単一の疾患ではなく、上気道の急性炎症の総称で、通常は数日から1週間程度で自然寛解する。これは丸です。風邪の約8割は細菌の感染が原因である。これは×です。細菌ではなくウイルスです。風邪とよく似た症状が現れる疾患にリウマチ熱、肺結核、髄膜炎などがある。これは丸です。インフルエンザ流行性感冒は風邪と同程度の感染力であるが重症化しやすい。これは×です。インフルエンザの方が感染力は強いです。チペピジンヒベンズ酸塩は気管支を広げる成分である。これは×です。気管支を広げる成分ではなく咳を抑える成分です。エペンザミドはインフルエンザにかかっている15歳未満の小児には使用を避ける必要がある。これは丸です。キソイドエメドリン塩酸塩は依存性に留意する必要がある。これは丸です。巨炭成分としてグアイフェネシンがある。これは丸です。葛根湯は体力中程度以上のものの感冒の初期、汗をかいていないもの、鼻風邪、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みにテキストされ重篤な副作用はない。これは×です。肝機能障害や偽アルドステロン症などの重篤な副作用があります。麻黄湯は体力中程度で時に脇腹、腹からみぞおちあたりにかけて苦しく食欲不振や口の苦みがあり、舌に白体がつくものの食欲不振、吐き気、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、風邪の後期の諸症状にテキストされる。これは×です。これは食欲不振、胃炎などで詳細故等の説明です。酵素酸は体力虚弱で神経過敏で気分が優れず胃腸の弱いものの風邪の初期、血の道症にテキストされる。これは丸です。小生竜頭は体力中程度またはやや虚弱で薄い水溶の痰を伴う咳や鼻水が出るものの気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症にテキストされる。これは丸です。一問一答は以上です。それでは解説いきましょう。チャンネル登録する？いいね。はい、ということで解説いきたいと思います。まずは風邪薬についてですね。はい、皆さん、風邪ってどんな症状かっていうと、細菌に感染している状態じゃなくて、実はウイルスが鼻や喉ですね、に感染して起きる上気道の急性炎症の総称と。上気道って何ですか？上側。鼻とかあそこら辺、ここら辺とかですかね。約8割がウイルスが原因と言われてますね。なので意外と本当に細菌感染かと思ってたらウイルス感染ということで、一般の方が知らないのでここを頭に入れてください。そうですね、抗生剤くださいみたいなお話とかもされるんですけど、基本的にウイルス。そうですよね。なんでそこだけは頭に入れておいていただければ分かる。ここら辺は解けます。風邪とよく似た症状、喘息、リウマチ熱、結核などということで、これですね、結核は感染なんですけども、喘息とかリウマチとかは感染ではないので、そこら辺は頭に入れていただいて、こういったよく似た症状もありますよってことを覚えていただければいいのかなと思います。ここで引っ掛けることなかなかないですよね、多分。そうですね。こういった症状が他にもありますよ、風邪に似たところでっていうところで頭に入れていただければいいと思います。そして、急激な発熱、症状が4日以上続くときは、風邪ではない可能性が高い。大体風邪って、まあ、1日2日で熱下がったりしますもんね。まあ、解熱剤飲むこともあると思うんですけど、まあ、そういった4日以上続くとき、4日以上続くとき、退院されたこともあんまりないと思うんで、そういうときは違う症状の可能性があるので、そういったことがありますということを頭に入れておいてください。そして、インフルエンザ流行性感冒ということで、これもですね、インフルエンザウイルスですよね。インフルエンザ菌じゃないですかね。感染力が強く重症化しやすいので風邪とは区別されていると。なのでお薬も変わってきますよね。そうですね。イナビルとかタミフルとかね、そういうお薬も変わってくるので風邪とは違いますよ。そして重症化すると大変なことになりますよってことを頭に入れてください。じゃあ次は風邪薬の主な成分について入っていきたいと思います。はい、まず解熱鎮痛剤ですね。これがアスピリン、サリチルアミド、エテンザミド、アセトアミノフェン、イブプロフェンなどってあるんですけど、まあ、実際にアセトアミノフェンとかね、カロナールとか、はい、イブプロフェン、イブとか多分聞き覚えのある薬なんで、まあ、成分名は頭に入れていて損はないですね。そうですね、はい、注意なんですけど一応米印でサリチルアミド、エテンザミド15歳未満での水筒、インフルエンザの時は使用を避けるっていうふうに書いてあるんですけど、そもそもアスピリン、イブプロフェンは、そもそも使わないんで、15歳未満の方には。なんでこのサリチルアミド、エテンザミドは水痘、インフルエンザの時は使用を避けるっていう風に。でもう基本的にアセトアミノフェンが使われるんで、アセトアミノフェン以外だったら、15歳未満の方はって思った方がいいかもしれないですね。次は鼻粘膜の充血を和らげて気管支を広げる成分についています、まず成分としてはメチルエフェドリン、プソイドエフェドリンなどですね。なんでエフェドリンってついてるやつが基本的にそういう成分になってくるんですけど、初めて抽出した人知ってます？エフェドリン。知らないよ。長井長吉っていう徳島県出身の方なんですけど、長いよ話がはい、まあそうエフェドリンになるんで、これ依存性に注意しないといけないということになりますね。で一応魔王も同様っていうふうになってます。鼻粘膜の充血を和らげ気管支を広げる成分なんですけど、覚え方に関しては気管支を広げる成分エフェドリン、交感神経をこう刺激して気管支が広がるっていう F ですね。この体で覚えてください。気管支を広げるイコールエフェドリンの F。 一応エフェドリンになるんで依存性に留意してもらわないといけない、まあ、注意ですね。あれをこうやったらこうなるタイプのやつだから、そうですそうです。依存性に留意、魔王も一緒でね、長井長吉さんがね管理したんで、エフェドリン。あっ違う人ね。違います。あ違うか、長野かそれ。じゃあ次が咳を抑える成分ですね。抑えてください。はい、咳を抑える成分がコデインリン酸塩水化物、それとジヒドロコデインリン酸、それとデキストロメトロルファンとノスカピン、とチペビジンヒベンズ酸なんですけど、これ難しいですので、この覚えるのが、まあ咳を抑える成分なんで、基本的に全部使われてるんですけど、もうコデインとかは有名ですよね。まあ語呂考えたんで、それ語呂せっかく覚えてもらいましょう。これはいはい、語呂お願いします。事故ですかとチビでも責任。事故りましたね。事故りましたからね。ジコでジヒドロコデインとコデインまで言ってますね。Dがデキストロメトルファンですね。そうですね。スカットでノスカピン。でチビでチペビジンヒベン酸塩。でも責任の責が咳の責ですね。はい。これで覚えれると思うんで、事故ったんで僕も動画内で。はい。次行きましょう。次行きましょう。はい。で次が巨炭成分ですね。これはもうグアイフェネシン、グアヤコールスルホン酸カリウム、ブロムヘキシン塩酸塩っていうものがあるんですけど、これも巨炭なんで炭切りの成分ですよね。これも語呂考えてきました。語呂というかね、もう今適当につけたやつだけどね。でももうみんなには分かりやすく、僕はじゃあいいですか、お願いしちゃって。巨炭のまじないにグアイフェネボン。事故りました僕今。大丈夫です。事故ってないですよ。大丈夫ですか。巨炭のマジでグアイグアイクロブローで覚えてください。はい。まあ勢いですよね。もうこれは。巨炭のマジでグアイグアイクロー。ハルキ。はい。俺はアシリバさんには山で鹿を取ってツタタブしてヒンダヒンダ言っててほしいんだ。何の頃ですか。ゴールデンカムイの名シーンをたたえてます。アシリバだーって全く関係ない。アシリバさんが言ってました。はい。はい、続きまして、風邪の症状を抑える漢方ということで、今回5種類ご紹介させていただくんですけども、皆さん大好きカフコンと、そしてマオと、ここら辺はですね、何度も僕たちの動画紹介してるんで、ある程度イメージついてるかなと思います。風邪の症状を抑える漢方って、肝臓っていう成分が含まれてることが多くて、この肝臓の1日量って結構薬剤師見てます。多くなりすぎると、偽アルドステロン症っていう副作用が出やすくなってしまう。どういった症状かっていうと、血圧が上がってしまったりとかするんですよ。なんで高血圧の方とかには十分注意して高いきゃいけないし、健常人の方でも血圧が上がる偽アルドステロン症が出る可能性があるので、漢方の併用とかはしっかり肝臓の量を見つめて見ています。ということで、その肝臓を含んでいる漢方ですね、しっかり見ていきたいと思います。まずカフコンとどういう人が飲むかっていうと、誰かそんなにしっかり充実してるっていうわけじゃなくて、あまりない人も含まれるっていう認識でいいかなと思います。体力中程度以上の風邪、感冒って風邪なんで、感冒の初期と風邪の初期症状に飲みますよ。そして肩こり、筋肉痛とか筋肉とかにもしっかり症状を和らげる効果がありますよっていうところで、風邪の最初と筋肉とかにも作用してくれるよっていうところを頭に入れといてください。で、重篤な副作用として、先ほど言った偽アルドステロン症、肝機能障害はもうほぼほぼ覚えなくてもいいかなっていう認識です。どちらかというと偽アルドステロン症っていうのは、肝臓が含まれている漢方は起きることがあるっていうことを頭に入れといていただければいいかなと思います。そして魔王と、こちらもですね、肝臓と魔王含まれます。魔王含まれているので依存性がある可能性もあるので、そこは留意しておいてください。そしてどういった症状かというと、体力が充実して風邪の引き始めに効くと。なんで体力がある方はカフコンよりもマオトを飲んだ方が症状の緩和がいいですよっていうところは頭に入れていただければ。なんで薬剤師としてお勧めしているのはマオトをお勧めしているんですけども、体力がない方はカフコンを飲んでくださいっていう認識です。ですね。そして寒気がある風邪とかですね、あと節々が痛い。なんで節々の痛みってどういった時に起きるかっていうと、インフルエンザとかによく起きやすいので、インフルエンザとかでも飲んでいただくことよくあります。まあ葛根湯よりもしっかり効いてくれるようなイメージを持ってます。薬剤師は魔王なんでねはい、続きまして詳細と糖ですね。こちらにも肝臓が含まれています。体力がそんなにない方、そしてそんな方が脇腹からみぞおちにかけて苦しくっていう人と、食欲がない、ご飯今日は大丈夫ですっていう方と、あとって吐きそうな人と、僕みたいに胃が痛いです、ストレスですっていう方と、あと風邪の後期の諸症状なんで、風邪の終盤ですねとかに飲まれることがあります。小細胞糖よりもやっぱ葛根と魔王糖が多いイメージをちゃんと持ってて、その後にあ、それ以外にも小細胞糖っていうのもあったなーぐらいの感じで、風邪と胃に効いてくれるような物質ね。なんでサイコパスの方に使われるということですね。失礼しましたそして小さなドラゴンのお湯ということで、小青龍とですね、こちらはですね、もうどちらかというと風邪というよりは鼻ですよね。鼻水とかですね。はい、はい、なんで体力がそんなになくて弱い方でも使っていただける。そして薄い水溶のターンを伴う水っぽいターンですね。ちょっとだけターンがピュッて一緒に出るような人ですね。で、鼻水が出るような気管支炎なんで、まあとりあえず鼻炎とか痰とかに効いてくれるような漢方だという認識を持っていただければ。そしてこちらにも肝臓と魔王が組まれてますよっていうところですね。なんで肝臓の1日量を測るときに、こういった小生リートとか葛根とか一緒に使われたときに1日量大丈夫かなって見たりもするので、その肝臓とかの量にも気をつけるっていう認識を持っていただければいいのかなと思ってます。コースさん、これどんな方かっていうと、体力がない方で胃腸が弱い、そして風邪の初期症状とかに使えるし、さらにどちらかというと婦人科系のイメージですかね、血の道症っていう女性のホルモンのバランスが崩れた時、例えば生理だったりとか、まあ、更年期とかもそうだし、まあ、妊娠とかもいろんなものも含めて血の道症っていうのがあるんですけど、そういった時にイライラとかをしたりとかですね、不安になったりとか、そういうことがあるんですよね。そういった症状とかの時に使っていただけるような漢方です。なんでこの中で言うと、どちらかというと婦人科系で胃腸が弱い方の風邪の初期に使われるっていう認識を持っていただければいいのかなと思います。はい、続きまして軽視糖なんですけれども、こちら肝臓が含まれます。これ魔王含まれてませんので気をつけてください。体力が弱ってて汗が出る風邪の初期症状に使われます。軽視糖はもう魔王が含まれてないというところだけ頭に入れていただければいいのかなと思います。ここら辺まで頭に入れると問題解けてくるので、一緒に血たたくしながら問題解いていきましょう。はい、それではここに行きましょう。それではここに行きます。第1問第1欄の記述は、風邪薬統合漢方薬の配合成分に関するものである。該当する配合成分は第2欄のどれか。第1欄、主として中枢作用によって解熱鎮痛をもたらすため、末梢における抗炎症作用は期待できない。その分他の解熱鎮痛成分のような胃腸障害は少なく、空腹時に服用できる製品もある。稀に重篤な副作用として、皮膚粘膜がん症候群、中毒性表皮壊死誘拐症、急性反発性発疹性脳胞症、間質性肺炎、腎障害、肝機能障害を生じることがあり、特に定められた容量を超えて使用した場合や、日頃から酒類アルコールをよく摂取する人で起こりやすい。これは1番のアセトアミノフェンの記述です。ちなみに2番のイブプロフェンは NSAIDs っていう解熱鎮痛剤になるんで、まあ、胃腸障害が少なくとかが×になるんですかね。で、あと抗炎症作用がイブプロフェンはあるんで、で3番はジアスターゼ、まあ、アーゼなんで酵素ですよね、消化酵素で、4番はデキストロメトルファンなので咳止めですよね。で、5番はプロザイム、これも消化酵素ですね。問いに、風邪の症状緩和に用いられる漢方処方製剤に関する記述について正しいものの組み合わせを1つ選べ。葛根湯は体力中程度以上のものの、感冒の初期、汗をかいていないもの、鼻風邪、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みにテキストされる。これは丸です。魔王湯は胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、おしん、胃部不快感、発汗多過、全身脱力感等の副作用が現れわれやすい等、不向きとされる。これは丸です。小細胞糖は体力中程度またはやや虚弱で、薄い水溶の痰を伴う咳や鼻水が出るものの、気管支炎、気管支喘息、鼻炎、感冒、花粉症にテキストされる。これは×です。鼻炎、花粉症なので小生竜頭の説明です。 B、 軽視糖は魔王を含有するため、体の虚弱な人、体力の衰えている人、体の弱い人は使用を避ける必要がある。これは×です。軽視糖に魔王は含まれていません。過去問は以上です。なんでチャンネル登録してくれないんですか。はい、ということで、第3章始まりましたが、今日の過去問で何か、丸木さんいや漢方はちょっと難しいですもんねやっぱり、うん、なんで今日の問いに、過去問の2つ目 D の記述とかもしかして解けない人多分多いと思うんです。この魔王が副勧誘するとか、そうですね、難しいんで、まあ、問い2に関しては、まあ、他のが合ってる要所要所のワード「小生竜頭鼻水」「小細子と胃の上昇整える」とか、ワードワードで2個合ってるものを探せば解けるんで。もうどっちやろうっていうのは最後に残しといて、ね、合ってる間違ってるを探して、まあ、正しいものを2個選べなんで、うん、解ける問題から解いていって解けない問題は放置していくっていうのが試験の解き方なんで、そうですね、そこら辺は安心して解けない問題があってもしょうがないんで、みんなが解けるところの方が点数配分もあるのかな、国家試験と一緒だったら、まあ、そういうところもあるんで解きやすいところをまず解いていくっていうところに意識を持っていただければいいかなと思います。これはちょっと難しかったんで D の問題なんです、ね、D ちょっと難しいですよね、はい、あえて解説で魔王含まれてないとかっていう話してますけど、魔王が含まれてる含まれてないというかっていう話は基本的にあんまりもう覚えなくても他の解きやすいところで覚えてくれればいいので、はい、しっかり語呂とか覚えて解けるようにしていてください。ということで不死身の杉本の話でしたね。はい。杉本誰ですか？シリパさんです。シリパ。はい。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あと私のインスタグラム、TikTok でもですね、薬の知識とかも配信してますので、生活圏でよく使ってもらえたらいいなと思ってます。あとイベントも僕たち行う予定なので、ぜひともですね他の SNS もフォローしていただけたら嬉しいです。ワディコップという名前でやってます。ということでまた次回会いましょう。第3章頑張りましょう。バイバイ。大家かチャンネル、ワディです。ハルキーです。私たちは登録販売者の勉強法、誰でも使える薬の知識、楽しめる動画を配信しています。応援してくださる方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私個人のワディポップのインスタ、TikTok、X でもイベント告知を行っておりますので、ぜひともフォローお願いします。